イエイイエイじゃない。リミママ怒ってます。何ですかこの汚い机は。ちょっとそこどいてください。何この汚い机は。ねえ、物置になってるじゃん。ほらめっちゃ汚い。ねえ、分かってる？ママ怒ってますよ。さっきこのままじゃサンタは来ませんね、あなたの。いやいや、じゃあちゃんと片付けてください。片付ける？ちゃんとちゃんと片付けるの？分かった、頑張ってね。じゃあママはちょっと買い物に行ってくるから、その間にリミちゃん頑張って片付けるんだよ。分かったね。ちなみに私は宿題をしています。リミちゃんはだってもう宿題終わってるからね。今日はね、さっきお友達と遊んでてね、うん、宿題が遅いんです。リミもお友達と遊んだ。リミは宿題終わらせたから遊んだからもう持ってきちゃう。キリーン、持ってきじゃないわ、本当に調子に乗ってまあはい、じゃあ頑張って。ママは、ちゃん監視よろしくね。ねえママは、ママ買い物行ってくるね。すぐ帰ってくる。クロンは親に入れとくから。分かった。じゃあね、クワイクワイ、バイバーイ、バイバーイ。ねえ、下も片付けなくちゃいけない。そうだよ、ポケットとかさ、リミのテストとか落ちてんだよ。聞く、片付けなさい。片付けなさいって言われてる。ゴミ袋必要、ゴミ袋必要です。ご乗車ありがとうございます。ママ、あのさ、緑のゴミ袋ください。ゴミ袋、緑じゃなくてもいいか、リミがゴミ袋が。はい、リミ取りに行って。ママが用意してくれてるから。やった、ねえ、リミの机だけ大掃除って感じになる。
ないじゃん。なリミがここに椅子に座ってね。あれもうここに伺ってかかって。リミさん、しかもちょうど映ってない。ただいま。あ、もう録画できてないじゃんこれ。録画になってるよ。え、じゃなくてもうほら切れてる。ほら電池も切れてるし。本当だ。しーちゃんはね、透明人間になっちゃった。絶対嘘。しょうちゃんは今2階にいます。はい、今日は、以前ね、しほちゃんがやったんですけど、ランドセルのね、中身を紹介してもらいたいと思います。はい、ね、ノートもね、ちょっと見てみましょう。まあ、リミちゃんは決して成績良くないんですけど、どんなノートを取ってるのかママもね、ちょっとじっくり見てみたいので、ね、皆さんと一緒に見てみたいと思います。はい、じゃあね、ランドセルを開けてみたいと思います。あ、ちょっとね、今ね、1年生はね、ちょっとね、地域のカバーついてるので一応隠し持った。気にしないでください、汚いですが。はい、じゃあ開けます。でランドセルは、しほちゃんと一緒でララちゃんランドセルっていうものです。でね、ここにね、名前とかがあるのでちょっと隠してます。はい、じゃあリミちゃん、ポケットに何が入ってますか？ポケット？ここ？うん、ここはね、出せるかな。鍵とかだったら、うん、鍵よ。鍵は出さなくていいや。一応ね、マスク、予備、何それ？汚い。ちょっとこれ汚い雑巾じゃん。もう腐ってるでしょこれ。やばーい。臭い。ちょっとランドセルが腐ってるってやめてくれるかな。もう本当やだ。ちょっとリミ、ランドセル紹介しなかったらずっと家にそこに入ってたでしょ。もうびっくり。あとは鍵ですね。プーさんです。これね、うん、6年生がね、うん、これを持ってるって知ってたのね。だからね、6年生ね、うん、これ同じの持ってるの。へえ、同じだったな、6年生持ってるのと。うん、はい、じゃあちょっとね、いきなり衝撃的すぎてママもちょっと今絶句です。絶句。もうやだ、何も言えないってこう、びっくりしすぎて。母じゃないよ、もう本当にね。はい、じゃあちょっと気を取り直していきましょう。はい、2段目。そこじゃなくて、うん、こっちじゃない、うん、はい、じゃあ次、あ、給食袋ね。それはまあ中は見ない、見ないです。どうせ汚いし。それも関係ない。何のプリントですか？あ、冬休みの宿題のなんか公式のやつ？うん、まだ持ってる。それ出さなくていいの？うん、だってこれね、うん、1枚だけ出すから。あ、そっか。じゃあそれはもうランド、学校に持っていかなくていいやつじゃない？うん、それでね、うん、一番上手に買ってたやつも出した。本番は教室です。それでね、めっちゃ綺麗に描けた。魔法の鉛筆。魔法の鉛筆で綺麗に描けた。じゃあよかったね。先生がね、魔法の鉛筆持ってきた。先生が魔法の鉛筆持ってきてくれたらよかったね。みんな同じやつね。それね、本当は魔法の鉛筆じゃなくて描き方鉛筆。知ってた。4B のやつでしょ。はい、じゃあ次、傘だね。リミちゃん色の水色の傘です。雑貨屋さんでね、買いました。ほんとリミちゃんっぽい感じの。あのね、ここにひらひらついて、うん、そう、ひらレースまでついててね、結構かわいい傘です。これね、お友達もね、うん、持ってるの？へえ。折りたたみ傘ってさ、折りたたみじゃない。え、あー、普通の傘で持ってんの？うん、学校にさ、置いとかないの？ランドセルにずっと入れとくもんなの？リミはランドセルか、うん、学校には入れないのか。
学校の、うん、あの、ランドセルを置くところ。そうなんだ。だけどね、うん、みんなはね、ランドセルを置くところか、うん、ランドセルか、うん、上履きとか。そうだよね、廊下のなんか置くところなのかなってずっと思ってたけど。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ大きいところ行こうか。あそこお願いします。筆箱はいい。筆箱はね、この前紹介したばっかりで、何それ、大切な夢が叶えそう。どうしたのそのシール。あのね、先生からね、うん、お正月にね、うん、なんかね、うん、お年玉としてね、うん、シールもらったんだね。そしてね、それがね、おみくじのね、うん、シールだったから、うん、ここめくったら大切な夢が叶いそうって感じ。へえー、よかったじゃん。じゃあリミの夢が叶うんじゃない？うん。だけどね、うん、みんなね、うん、同じの選んだ人はこれだった。みんな一緒ってやつね。まあ、それあるある、あるあるだね。はい、次。次、引き出し。引き出し。ちょっとびっくりなんですけど、ラジキでしょ。何引き出しって、もうもうボロボロですね、もう。はい、じゃあ次、引き出しじゃなくて下敷き。はい、下敷きでしょ。はい、下敷き。これはもうね、ずーっと変わらず1年生の最初から。ほんとだ。でもずっとそれ使ってるね、リミはね、うん。はい、じゃあ次。出しとこっか、ここに。うん、はい、次。自由帳。自由帳。お、かわいいの使ってるね。中見ていいですか？ちょっとだけ、パラパラだけ。うん、パラパラじゃない。普通に。普通に見ていいの？普通に見て。いいんだ。で、じゃあ見て。だけど、やだー。あれ？何もないけど。反対の。あ、こっちか。え、なにこれ、すみっこ暮らし。あ、かわいいじゃん。お友達と書いたの。上手じゃない。あ、これわかる、キリンでしょ。うん、ライオン、うん、すごいじゃん、結構うまいんじゃない。これ何、鳥、見せて。鳥、それね、鳥、うん、こっちは、こっちは、ゾウ。ゾウ、これが鳥で、これゾウだそうです。ちょっとゾウに見えないけど、灰色ね、黒を書いたらね、うん、灰色なんだけどね。これ茶色じゃない？うん、茶色。そう、そう。汚れた茶色。これクマかな？見せて。違う。なにこれ？タピオカ。タピオカ？タピオカ？タピオカ。タピオカなの？タピオカ。タピオカ作る。もうリミやめてよ、もう。これとかにね、ほんと隅っこ暮らし。で、これが、あ、リナちゃん、リナタンとリミ。リナタンお友達だね。リナタンとリミが書いてありました。はい、じゃあ OK です。じゃあ、こん出しとこう。ね、あんま書いてない思ったほど。次、これはなんだっけ、漢字の楽々ノート。見ていいよ。見ていい、はい、ちょっとだけ名前書いてない。なんかね、しほちゃんの時はこれなかったんだよね、この漢字の楽々ノートって。だからね、しーちゃんがいいなって言ってたね。でもちゃんとこういう風にね、マスがちゃんと書けるようになってるの。しほちゃんの時は自分でね、マス目作ってね、書いてたんだよね、確か。ちょっとここだけ見せてもらおうかな。お、でもまあまあちゃんと書いてんじゃん。まあまあって何よ。あ、でも1ページしかまだ進んでないんだね。なんだっけ、今日と昨日したばっかり。そっか。はい、じゃあ次行きましょう。はい。計算ドリルはいいや。多分みんなわかると思うから、ね。わかるね。うん、次は、そのノートは計算、あ、計算ドリルもノートがついてんの？うん。リラックもかわいいね。うん。で、中身を見ると、まあこんな感じかな。あ、すごいね、ちゃんとマスが。こんな感じでついてて。いいね。一年生には勉強しやすそうなノートだね。すごい、ちゃんと、おお、まだこれからやるところもちゃんと。いいね。しーちゃんの時こういうのなかったもんね。はい、次。あ、教科書はそのまま行きましょう。次は、
これでおしまい。あ、もうそれしか入ってないのか。さあ、じゃあ算数のノートだけ見ようかな。教科書もね、算数のノート、ピカチュウ、どんな感じかな、ゆみちゃん。おうおうおう、まあ真面目に撮ってるのかな。なんで真面目？なんで真面目？こんな感じでーす。なんかしほちゃんに比べると、うん、なんか達筆ではない、なんて丸字っぽい感じのね、リミの方が。うん、ママからすると。しほちゃんはなんかこう、達筆っぽい字を書くけど、リミはどっちかというと、丸字っぽい感じ。なんか、綺麗っていうかな。リミは綺麗じゃないってこと？いや、可愛い字ってこと、リミは。怒んないでよ。可愛い字ってこと。丸字っていうこと。あ、でもちゃんとね、綺麗に描けてると思います。終わりかな、これで。はい、終わりです。イエイイエイ。はい、片付けのめどさ、片付けてくださいね。まあこんなもんかな。いやー、雑巾でできたのだけはちょっとびっくりでした。あと、リミの自由帳からタピオカが出てきました。タピオカか。あと、下敷き。下敷きが引き出しだったね。言い間違いが多いですね、相変わらず、リミは。はい。文字でもね、うん、忘れる、うん。はい、じゃあ挨拶しましょう、最後。じゃあ今日は。そんなところで。ちゃんと真ん中で挨拶してよ。それでは、グッバイ、シーユー。グミ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 ペア。